青森県選挙区 NHK から国民を守る党小山日な子53歳元第二市秘書自民党政経塾第5期生自殺防止ゲートキーパー講師犯罪被害者支援員では 小山雛子さんの政見放送ですただいま紹介に預かりました NHK から国民を守ると公認、青森県選挙区公認候補の小山ひな子と申します。NH、今の NHK にはたくさんの看過できない問題があります。まず最初の大きな問題として NHK の受信料制度が不公平だということです。受信料をきちんと支払っている人と受信料を支払っていなくても NHK を見ることができたり、NHK を見ていないのに受信料を支払わ、 されたりするような受信料制度はすごくおかしな制度です NHK をスクランブル放送にすることで NHK を見たい人だけ受信料を支払う制度に変更するべきです電気や水道は使った分の料金を支払わないと供給を止められますつまり電気や水道は使った分だけ請求され使わなければ請求はされませんところが NHK は NHK を見ている人 人も、見ていない人も一律に請求されてしまうのです。それは不平等です。 NHK を見ていない人にとっては電波の押し売りに他なりません。しかも支払っていなくても NHK の電波は一方的に送り続けられて受信料の請求は一向に止まりません。NHK から国民を守る党は NHK を見たくない人の権利を守るためにもスクランブル放送の導入を実現するように放送法の改正を目指します。NHK のスクランブル放送に関するある新聞社のアンケート調査では88%の人がスクランブル放送を導入 すすべきだと答えていますそのような多くの国民の民意に後押しされ NHK から国民を守る党には31名にも及ぶ地方議員が 誕生し NHK 問題に日々取り組んでおります。そんな NHK から国民を守る党の議員のもとには、毎日多くの NHK の集金人による訪問について、相談や助けを求める電話があります。NHK の集金人は昼夜を問わずアポイントを取ることなく訪問してきて、法律で義務付けられているのだから契約しなければならないと迫るのです。そんな NHK 集金人に対して多くの国民が困っています。テレビの 設置状況や携帯電話の種類などを引き出して、契約を強く推し進めていきます。NHK の集金人の行為は、一人暮らしの女性や社会経験の浅い学生などには大きな不安を抱く行為であります。これらの NHK 集金人の問題についても、スクランブル放送を導入すれば即時に解決するのです。 私たち NHK から国民を守る党は NHK がかたくなに行わないスクランブル放送の導入を実現し、平等な受信料制度に改めるとともに NHK 集金人の廃絶を目指します。次にワンセグやインターネット配信への NHK 受信料の拡大に対して断固として反対し、法令の変更に向けて注力していきます。 2018年6月には、ワンセグでの受信料の支払いを認める最高裁判決が出ました。続いて、2019年5月には、ワンセグ機能付きカーナビでの受信料の支払いを認める地裁の判決が出ました。このような国民の多くが望んでいない判決が出るに至ったのは、国会議員の過ち、もしくは怠慢に他なりません。これに対しては、立法不作為確認訴訟を起こすことも検討していかねばなりません。 これまでにの国会にワンセグやインターネットに及ぶ受信料の拡大に対して異議を唱える政策、平等はございませんでした。今こそ公共放送である NHK に関する数々の問題に対して一本議に取り組み続けてきた党代表の元 NHK 職員、立花隆を筆頭に NHK から国民を守る党から一人でも多くの国会議員を国政に送り出してください。NHK から国民を守る党は 国会にて NHK 行政を徹底的にミスを入れ、放送法の再整備や法改正に取り組み、NHK 問題による国民の不利益を解消すべく公約実現に邁進します。 NHK から国民を守る党は NHK の諸問題を解決し、スクランブル放送を実現した折には、党を回答することを公言しております。NHK 問題に特化したワンイシュー政党として、誠実にその使命を果たすことをお約束いたします。私、小山雛子は、犯罪被害者支援員と自殺防止ゲートキーパー養成講師として NHK の被害者の方に寄り添うとともに、 それ以外の犯罪被害者の方にももちろん寄り添って参りますし、あの、青森県が自殺県でワースト2位ということで、その自殺者数を減らすことにも尽力して参りたいと思います。以上、NHK から国民を守る党へのご理解とご,ご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。最後に NHK、 最後に参議院選挙に勝利して NHK を改革する。スクランブル放送を実現して NHK を改革しましょう。スタジオの皆さんもご一緒に NHK を改革しましょう。最後にテレビの皆、前の皆さんもご一緒に NHK を改革いたしましょう。ありがとうございました。NHK から守ると、青森選挙区公認候補の小山ひなこでした。 青森県選挙区 NHK から国民を守る党小山ひな子さんの放送でした。